はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、焼肉をしたいと思っております。というのもですね、お家でマジ牛タンという牛タンをね、販売している会社さんからお話をいただきまして、今回はね、お送りいただきました。で、YouTube をよく見ている方はあれって思うことあると思うんですよ。お家でマジ牛タンってプロタンさんとかタニアンとかロシアンさんとかいろんな方がね、動画にしておりまして、コメント欄がね、絶対に一回話題になるっていう話題になる内容としては、コメント欄にね、 YouTuber さんと一般のお客さんにお送りする商品の中身が違うんじゃないかっていう、そういったね、コメントが飛び交うらしいんですよ。で、まあ、お話をいただいて、案件のような形でね、今回動画を撮らさせていただくにしても、もしね、そのような事実があって、僕がね、こう、嘘をついて皆様に美味しいって伝えると、それはね、絶対にいけないと思ったんで、もうめちゃめちゃ失礼な話なんですけど、直にね、僕は会社さんにお聞きしました。そしたらね、まあ、もちろんなんですけど、そんな事実はないと。まあ、基本的にね、 YouTuber さんとお客さんが買った商品中身は一緒だそうです。で、僕もね、そのコメント欄を見てみたんですけど、美味しくないみたいですとか、多分ね、食べてない人がそのコメントを見てね、書いたりしてる意見がほぼほぼだったんですよ。こんなことを言うと視聴者様にもね、ちょっと怒られちゃうかもしれないんですけれども、かもしれないっていうコメントは僕はいらないです何よりも自分が食べて美味しいか美味しくないかって思うかどうかって話なんで、今回はね、まあ、コメント欄にまあこういう話をしても、まあ、来るとは思うんですけど、純粋にね、僕が食べて美味しいかどうか、そこをね、お伝えしたいと思います。で、今日食べる商品なんですけど、皆さんが食べてるおうちでマジ牛タンではなく、新商品のおうちでマジ牛タンプレミアム、こちらの商品をね、いただいていきます。通常のメニューとプレミアム、何が違うのかっていうと、ミシュランをね、取得したお店さんとコラボして開発した商品みたいでして、タン元のみを使用した柔らかい牛タンらしいんですよ。さらにね、旨味が増した商品っていうことなんで、もうめちゃめちゃ僕は楽しみにしておりました。ということで、ただいま食材を準備いたしますので、少々お待ちください。はい、ってことで、ただいま準備の方が全て整いました。こちらが、おうちでマジ牛タンプレミアムですね。にプラスアルファで、まあ、焼肉なんでね、ちょっとピーマンとししとネギ塩とレモンライム用意いたしました。で、ちょっとね、ホットプレートこれ見て買っちゃったの谷と一緒使いやすいって聞いたからね、買っちゃいましたってことで、時間が経っちゃうとね、お肉も悪くなっちゃうと思うんで、早速いただいていきましょう。いただきます。まず油、ピーマンで油引いて、早速牛タンやっていこうかな。牛タンはね、こんな感じ、見えるかな、こんな感じなんですよ。よし、やった。はい、うん、うわうまっそ。匂いがやっぱいいね。焼肉ってテンション上がりますねちょっと最初の牛タンひっくり返しますね。よっと、うわあ、うまっそう。まだね、ちょっと早いかなって感じですけど、まあまあまあ、レアぐらいな感じでいいでしょう。一陣目いただいていきましょうか。はい、牛タン、うん、焼けた牛タンはこんな感じでございます。うまそう。ちょっとまずはね、そのまんまで。うん、うまいじゃん。柔らか、お肉ね、めちゃめちゃ柔らかいよ。うん、結構ね、お肉が厚切りだったんで、硬さとかね、どうかなと思ったんですけど、もうね、サクサクほぐれる、めちゃめちゃ柔らかい。で、結構タンってこの牛っぽい臭みが強い部分ではあるとは思うんですけれども、もちろんね、この商品もそれがゼロではないけど、ただね、そこがいい甘みになってるんですよね。また何より柔らかい、うん、うまいやん、めっちゃうまいよでは続いて、こちらの牛タンちゃんに特製のネギ塩、はい、こちらがネギ塩のせでございます。めっちゃうまそうじゃない、絶対うまいもんこれいただきます。やっぱネギ塩うま、
最初ね、僕もやっぱりどんだけいいものだからってそれなりにね、牛タンだから食感があると思って、こんだけ量食べると顎とかね疲れちゃうんじゃないかなって正直懸念はしてたんですけど、そんなことなさそう。めちゃめちゃ柔らかい。そしたらそろそろビールいっちゃいましょうかね。それでは皆様乾杯。うまい。あー、やっぱりビールめちゃめちゃうまいな。合う。牛タン自体にしっかり甘みとか旨みが詰まっているので、本当にね、その牛肉、まあ、牛タンが好きな人からしたら結構ね、塩とか胡椒とかつけなくてもちゃんとね味がするので、僕はね結構そのまんまでも好き。続いてこちらの塩と黒胡椒ですね。はい、こんな感じにちょんちょんと。はい、うまそう。はい、うまそう。やった。で、こちらの牛タンなんですけど、まあ、もともと冷凍で送られてくるんですね。解凍の方法だったり、今回食べるまでの下処理なんかは、もうほぼほぼしておりません。できる限り皆さんが届いて、まあ、普通に食べる食べ方を同じようにして、その味の感想を言いたかったので、ドリップを取ったりとか、余計なその臭み消しの作業は全くしてないんですけど、いや、全然ね、臭みは、個人的には気にならないな。めっちゃうまいもん。こういうお肉ね、解凍する場合はいいお肉だったとしても、やっぱ解凍方法が間違っちゃうとすごい臭みとか出たりするので、ここら辺はねしっかりやってあげた方がちゃんと美味しくいただけると思います。これ味変のレモンで、レモン絞って、あんまいな。まあ本当にね、今日はもともとこれが美味しくなかった場合、案件だろうが何だろうが忖度なしでね、美味しくなければ美味しくないって言おうと思ってたんですけど、美味しくなければ美味しくないって言おうと思ったんですけど、今のところね、僕個人的には不満点一個もないです。めっちゃうまい。機材に油が飛んだ。やべやべ、ぶっ壊れる。3枚食いで。めっちゃ豪華。あー、もう飲みきちゃったよ。はい、ということで今白いご飯と2本目のビールお待ちいたしました。たらちょっとね、ごめんなさい、邪道かもしれないんですけど、焼肉のタレで。ではお待ちかねの白いご飯タイムでございます。こんな感じでご飯と合わせていただきます。よっしゃ、いただきます。うん。やっぱ最高にうめえなこれ。パンって、まあ、結構淡白でさっぱりしてる分、塩とかね、こういうネギとかレモンが合う食材だと思うんですけど、今回のね、お家でマジ牛タンプレミアムに関しては、旨味とか甘みもしっかり詰まってるんで、焼肉のタレでももうめちゃめちゃうまいです。で、煙すごい。はい、もうないが、もうお肉ないじゃん。マジかよ。したらちょっとこれネギ塩にレモンじゃなくてライムかけてみよう。ではライムで。うん、やっぱりレモンよりもちょっとね甘みがライムの方があるんで、これがまたいいね。すごいうまい。ご飯、おかわりでございます。うん、うまっ。そしたら、ここのお肉で食材はラストでございます。
ではこちら牛タンのラストでございます。ご飯も完食でございます。あっこれ、あー美味しかった。ごちそうさまでした。はい、ということでただいま全て完食いたしました。いや、お家でマジ牛タンプレミアムめちゃめちゃうまかった。牛とかタンらしい臭みっていうのかな、そういったね嫌な部分は正直僕はほぼほぼ感じなかったです。かつね食感もすごい柔らかい。こんだけ食べても全くね顎にダメージ僕はないので、本当に柔らかい証拠だと思います。もちろん今まで他の方が YouTube でやっていたお家でマジ牛タンのメニューとはちょっと異なって、今回は新商品のプレミアムなんで比較することはできないんですが、僕個人としてはめちゃめちゃ美味しかったので、なんかパーティーの時とか特別な時にねこの牛タン頼んで食べてもいいかと思います。ただもちろんねお肉自体は冷凍できますんで、解凍の方法ですとかドリップの取る取らないによってお肉の臭みとか旨味っていうのはだいぶ変わってきてしまうので、そのあたりはねちゃんと処理をしていただいて一番美味しい状態で食べていただければと思います。購入ページについては概要欄の方に記載しておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。